ばんは、前田です、今日はジムの取材に来てるんですけども、今日来たジムはですね、代官山から、徒歩7分こちらのフラックスコンディショニングジムです、どういうジムかっていうと、アスリートに最適なジムでして、いろんな器具が置いてあるのと、設備が非常に整っているというのが特徴になっているジムです。野球選手にもおすすめしたいような器具がたくさんあるので、レビューしながらトレーニングの様子をお届けしたいと思っているんですけども、このジムを、運営している企業が、パフォームベタージャパンさんで、実は代表が北島康介さんというようになって、パラオリンピックのメダリストの方が代表としている竹さんになっています。今日は非常に、楽しみに早速トレーニング行きましょう。はい、じゃあセーフティーバースクワットいきます。したバーで、ここに取っ手がついている。普通のバックスクワットってこうやって、後ろに担ぐような感じなんで、結構その肩の前に結構張るような状態になるんです。ピッチャーとかだと結構肩関節が、デリケートな部分なんで、なるべく負担はかけたくない。それを解決してくれるのが、このバーだったりします。こんな感じで、肩を張らずにスクワットのポジションを取れるので、多分野球選手にはすごい、リスクなくトレーニングできるので、いい場合になると思います。じゃあちょっと重り増やしてやっていきましょう。比較するとバランスが違うから、全然違う刺激になるし、かつやっぱ肩の張りがないから、そこはすごい安全。じゃあ次は挙上速度重視で早速ね。このバーは、これも特
形で、こんな感じで枠ができていて、この中に足を入れていくと。で、取っ手がついてるんで、ここを掴んで、このまましゃがんで立ち上がる。で、普通のデッドリフトと比べると、腰への負担が非常に少ない種目になってます。結構メジャーリーガーとかトレーニングの動画を見てると、このバーを使ってクリーンをしてるケースが多かったりするので、やってみてください。結構スクワットに近いような動きになるのも一つの特徴かな。ここでもやっぱり居上は意識ですか？居上は意識、上がるときはバランス、降りるときはしっかりコントロールして、 Z のアイアンシャすみません、一つちょっと気になったんですけど、あのストレートバーとこのヘックスバーの違いというか、なんかありますかね。違いとしては、ちょっと横から見てほしい。ストレートバーとバーだったらしい。あでも状態がだいぶちょっと入っていると思うんですけど、はい、ここだと足がこの位置にあって、体の外のそのまま正面の場所に重心があるので、そのまま立ち上がるだけ。あ前に詰めてるのを引いていくんじゃなくて、そのまま立ち上がるだけだから、かつ速いスピードで上がるとするとバーだと、この引きが入ってくることによって結構最初の上がりがしんどいんですけど、 X バーだとスッていく。あ、多分ベロシティ系のトレーニングやるときはこっちの対象だと思います。なるほど。話がさっきと被るんですけど、デッドリフトっていうとやっぱりその、まあ、足もそうですけど背中がメインなのかなっていう解釈がちょっとあるんですけど、背中に効かせにいってたりっていう意識はあるんですかね。デッドは背中に効かせにいくっていう意識はないです。なくて、重いものを持つコンパウンド種目は基本なんか重さをしっかり効率よく上げるっていうところにフォーカスを置いて、最適な動作ができれば勝手に背中に入ってくるはず。なんかそれがあるべき姿だと思ってるから、背中を使いに行くとか効かせに行くみたいな感覚はない。じゃあ結果としては効いちゃったっていうような表現、効いちゃったとはちょっとあれですけど、効いちゃったぐらいの感覚の方がいいと思うね。なるほど。効かせに行くっていうより、あ、聞いちゃってたな、OK。 なるほど、ありがとうございます。